はい、皆さんこんばんは。天の災いと書いて天才料理人、何が天才だかよく分かりませんが、バーニングラビット、今日は、ちょっと春の味覚が食べたくなって、ちょっとスーパーで見っけたんで、コゴミとタラの芽と、まあ、春菊はまあ春の味覚っていうのかどうかあれなんだけど、を買ってきて、ちょっと天ぷらにしてみようかなと思っております。ね、ここタラの芽とね、コゴミはね、まあ、俺長野に住んでた頃はよく自生してるやつをね、本当に取ってきて食べてたもんで、ね、このタラの芽はこれ間違いなく養殖だね。だと思う。まあ、この切り方がまたさ、養殖ならではの形をしてる。ちっちいし、大体においてね。長野で食ってたタラの芽なんてさ、こう、こんぐらいだったかな。でかかった。毎年食い切れないぐらい取ってってさ、家を手放さなければ今でも食べられたんだけど、ちょっと、こんなことになっちゃってね。今何もありません。ココミも多分こう、就職、あれだよね。こう、作ったもんだよね。間違いなく。ちょっと詳細がないんで分かりませんが。で、まあ、あと春菊。なんかね、無性に春菊の天ぷらが食べたくてね、それで買いました。まあ、そういうことでね、準備をしていきたいと思います。はい、まな板を出しました。出しただけ。ね。ちょうど、当然ですけど、除菌。ね。今ね、コロナマーク2、あ、じゃあ、マーク2は入れなかったね。コロナ肺炎っていうのがね、流行ってるんですけどね。まあ、俺にとっちゃマーク2とかチェイサーの方が好きなんだけど、あ、確かに。はい、そういうことで、まず、ここに、くぐみでございます。くぐみってね、ほんとおひたしでもいいんだけどな、なんかこれパーだと、やっぱ天ぷらかな。でも一人暮らしにとって天ぷらってね、かなりハードル高いっすよ。もう油結構バカにならないんでね。処理するのも大変だし。って言いながらさ、揚げ物が大好きなんですよ。なんでかあのね、なんか揚げ物大好き人間でございます。本当はなんか、とんかつとかなんかあっち系が良かったんだけど、なんか無性に。なんか天ぷらってほら、めったに食べられないっていうかね、やっぱ難しいじゃないですか。ね、なんか今日だってさ、なんか失敗しそうですげえ嫌なんだけど。挑戦することに意義がありますので、はい。まあ、限りか。ということで、コゴミさんは、ちょっとこれ色ありそう、色ありそう。なんかこれ。売り物にするになんか、なんか俺のイメージと違うな。まあ、いいや。すごい。はい。まあ、これだけ綺麗に。これこのまま揚げちゃうから。なんか、まあ、いいや、まあ、いいや、まあ、いいや。もう一個言うな。これ、天然物じゃねえんだ。な。期待しちゃいけない。はい。タラの芽。タラの芽もまあ、ちっちゃいこと。お兄さんちっちゃいわよ。多分これここは食べないでいいと。まあほんとちっちゃいわ。へえ。まあ安いからしょうがないんだけど。なんか笑っちゃうなおい。はい、そういうことでね、大事なものを忘れておりました。本日の夜の音も飲まないと。ああ。はい、今日は、焼酎ハイボールレモン。こぼした。血が言ってけど酒を、床にばられちゃった。あら。まあ、いいや。はい、そういうことでいただきます。種が、はい、これはね、こう、なんかタラの芽がちっちゃすぎて嫌なんですけど、
これ、いや、これがタラの芽だって思われちゃうとすんげえ俺、って思っちゃうんだけど、こんなちっこいの嫌だよ俺。なんか、俺が知ってるタラの芽と似て非なるもんだね、これ。なんかあまりにもちっちゃくて、がっかりしちゃうんだけど俺。って言いながら、見て買ってきたじゃんな、俺な。知ってて買ってきました、すいません。なんかこれじゃ書き上げるんじゃん。マジか。へぇ。ねえ、だって、ね、俺が山で取ったタラの芽なんで、本当だよな。1個がこのぐらいあったからね。うん。で、太さは、このぐらいはあったかな、最低でもね。うん。まだこれが、ちょっとね、苦味があってね、うめえだよ。うめえだよ、だから。どこ、何弁だって言われちゃう。うん。何弁だって言ったらな、日の丸弁当だ、みたいな、そんな感じだけど。そうじゃないか。なんかほんと、俺的にはなんかこう、予想外に、なんか悲しいの、俺。超悲しいですけど。もういいか。春菊。じゃあ、春菊で挽回しようね。まあ、所詮春菊は畑だ。どう挽回するか私にもわかりません。さっきレシピを見ておりましたら、まあ、春菊で味噌汁を作るということではありましたが、どうしよう。これ切って、こんなでっけえ天ぷらじゃちょっとあれかな、食えねえか。食えかけられるとせる。これでいこう。これを粉チキって適当な大きさで揚げる。結構あるな。あるな。これこっち、これやめとこうか。やめとこうか。これはじゃあ、今、冷凍庫に眠ってるほうれん草とかと同じように、ちょっと刻んで凍らしちゃおうと思います。ちょっとこれ先に刻んじゃおうか。あとこんぐらい。なんかちょっと、色気を出して。あとこんぐらい。これ天ぷら。天ぷら。だけな、すごいと思うよ、俺。かなりのもんだ。青いね。実に青い。青い、宮崎青い。あ、違うか。よいしょ。これが、蒸し汁とかに入れるようだから。試着しちゃう、でこれをそのままジップロックボン。だって一人で食うんだからさ、やっぱ食いねえじゃん、ということで、ね、ジップロックに入れて、はいはい、こんな感じにしましてね。ちょっと空気をシュッと抜いて、冷凍庫に入れて、置いておきます。これもう、炒め物とかね、ちょっと難しくなっちゃうけど、味噌汁の具とかだったら全然これで OK ですから。で、できるだけにこう、なんていうんですか、薄くしとくんですよ。そうすると、出すときにこうやってパキパキってやって、ちっちゃく分けられるんでね。それでどうでもいいか。